あ、これ最初に買っとくよ、これ朝ごはん、朝ごはん作ろう、ありがとう超イケメン、超ラブラブ、超楽しい、超ワンワン、超アクロバット、僕たちが超10歳。はい、ということで、ということで、あ、ごめん、ということで滑った恋愛シミュレーション対決ということでやっていきたいんですけれども、一つ目のテーマが、彼女さんに私のことをどれくらい好きと聞かれたらどう対応するのかでございます。ねえねえゆうと、なに、あのさ、聞いていい？いいよ。ナナのことどれくらい好き？普通に好きだよ。普通？もちろん出会った時に惹かれたまんまの感じかな。普通に好きだよ。懐かしいね。懐かしいよ、だってお前あそこどこだっけ、推しの八海、推しの八海、推しの八海ってどこだっけ、あの富士山のふもとなんで、めっちゃ綺麗だった。あ、そうだったそうだった、そう、私一人で山頂しててね、一人、お互い一人だったんだね。そうだってあの時の右足痛いのまだ残ってる、右足痛いの残ってる、まだ痛いでしょ。その時も聞かれたくらいも好きだよ俺。だよね。ね、助けてくれたのね。そう。痛いとか言う。一人でね。そう、ずっと大丈夫でしょ。でも。え、ちょっとだけまだ痛い。でもずっと大好きだよ。そう。ほんとほんと、嘘ない。ほんと、どれぐらいって言ったらもう、今、ヤシロンが俺のこと好きだと思ってるでしょ。その場合の場合の場合。その場合の場合の場合。ありがとう。それとさ、これさ、これ、最初に買った時の、これ。絶対今これがしたかったから、多分ね、酒くばあそこ。覚えてる、この匂い。覚えてる、この匂い。覚えてる、覚えてる。懐かしいよな。うん。将来こんな可愛い子の、こんな可愛い子供が生まれたらいいなと思うんだけど。そうだよね。こんな可愛い子供。なあ、ゆいくんってやろうかな。ゆいくんにしちゃう？ゆいくん！なーに？なーなたーん終了いや、なんか、あるよね、あの、クマを、ナナちゃんのあっちに置いて、こうやって撮ったの。そう、前からね。前からね。狙った、あ、だよね、あれ結構マジでポイント高い。あれはすごいいいなって。あれすごい。あの、やっぱ面白さと、まあ、その良さ、いや、並行したいっていう。あーね、結構ガチめにあれはキュンキュンする。あれはすごい。あれすごい良かった。そう。自然な感じ。意外と僕も少女漫画が意外見たりするんで、意外と恋してあるんですよ。そうそう。え、狙ってないのがいい。うん。マジで良かった。そうね。やっぱり、やっぱり良かったね。良かった。ねえねえ、ゆうやくん、質問していい？質問？うん。やだ。なんで？あ、嘘。いいよ。いいよ。じゃあ、うん、はい。ナナのことどれくらい好き？あ、どれくらい好き？え？そうなんだ。じゃあ、嘘やった。嘘。うん。なんだろう、どんくらい好きとか言われてもさ、やっぱなんか、表せなくない？表せない？なんだろう、こんぐらいとかさ、うん、大体なんかみんななんかこんぐらいとか言ったりするじゃん、うん、最近さ、キュンキュンが少ないからさ、ね、そうかな、うん、だって、二人ともあれじゃん、会わないじゃん、全然、まあ、確かに、ね、さ、1ヶ月に1回ぐらいしか会ってないじゃん、あ、でも仕事があるからそれはしょうがないとして、まあ、どこが好きっていうと、やっぱなんか一緒にいてなんかこうやってさ可愛い笑顔見せてくれるってことどことかさ、噛んじゃったけど、やっぱ一番楽しいよね、一緒にいて、友達とかと比べても。そりゃ当たり前じゃん、彼女なんだから。そうだよね、うん、そうだよね。ないの、もっとなんかキュンって、うん、そうだね。どれくらい好き、じゃ逆にどんぐらい好き。うん、宇宙一好き。宇宙一、宇宙超えれないな、なんか超えるもんなくない？超えれるよ。超えれる？うん。じゃあ宇宙を違う言い方したら超える。あ？宇宙じゃなくて、うん、惑星一好きとかさ。それ超えてない。超えてない。銀河、銀河。銀河。そう。じゃあそれだわ。いやー、言わせてんじゃん。ごめんって。銀河一好きだよ。キュンキュンしねえ。終了銀河は宇宙の一部やから、銀河一部になっても宇宙は上回ってないのよ。ダメじゃん。そう、まずそこはダメや。バカすぎる。
そう。え、でもゆうやくん分かってなかったよね。分かってない。やばいじゃん、もう。ごめんなさいね。なんか、よく分かんなかったね。いやなんか、珍しく、ちょっとグダグダでした。ね、グダグダだった。グダグダでした、ね。何、銀河一好きって。めっちゃ臭いセリフやん。続いてのテーマは、彼女の手料理がまずかった時に、傷つかせずに、どう伝えるか。はい。ってことで、じゃあ、まず、お願いします。よいしょ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 。わー、はい、じゃーん。作ったの？やしろのナスチュー。え、何作る？そう、これめっちゃ自信作。もう今日朝じゃない、もう朝じゃない、夜中の2時に起きて。夜中の2時？そう、で、もうちゃっちゃともう頑張ろうと思ってずーっとやってたので、今だいぶ煮込まれてそうだね。マジ自信作。食べる、食べて。え、あんまり料理とかしないもんね。しない。すごい。いただきます。うんうんうん、ドゥー、うん、なんてどう、あ、うん、なんだろうな、なんかうまいが、なんかストレートにフンって来ないで、なんか、こう来て、なんかジャブみたいな。ふんって来たから。あ、そういうこと？でもなんか、美味しいってことだよね。美味しい。だってさ、え、とかすごいね。なんかもう手、包丁で切っちゃったりして。包丁で切っちゃった。そう、こういうことだよ。ね、怪我してるじゃん。そう、怪我しちゃった。ね。だけど、本当にそれぐらい気持ち込めてやったの。ね、でもまあ、料理家の俺からすると、ちょっと、まだまだか。まだまだ？だから今度一緒に料理作ろう。ね、朝ごはん。朝ごはん作ろう。朝2時。OK、やろう。OK。わかった。むずいな。いいわ、優しいのいいな。はいはい、どうぞ。うんうんうん。自分も料理はあんまりしない身やから。ね、一緒に作ろうって、また今度一緒に作ろうって言ってくれるのプラスだよね。すごい好き、そういうの。気づかなかった。優しかった。うん。よいしょよいしょよいしょ。あ、お待たせ。お母ちゃん来たって。お母ちゃん来たって。お待たせ。作ってくれたの？うん、これね、私ね、昨日ね、夜中だからずっと今まで作ってたの。てか結構自信作だってずっといい匂いしたわ。にぃ、ゆいくん、ゆい、ちょっと食べていい？いいよ、食べな。ごめんね。あ、いいや。ごめんね、首座ってるから。一応首座ってる。やばい。一応首座ってるからね、かわいい。いやー、ちょっと匂い嗅がせて。うん、めっちゃいい匂い。しかも匂いがちょっと離乳食っぽい。あ、ほんとに？ちょっと待って。なんか食べさせちゃう。食べていい？食べて。いただきます。熱い？めっちゃ自信作だから。熱い、熱い。ありがとう。はい。ん？何その食べ方？あ、ちょっと。これレトルトでしょ？違うよ。だって。だって昨日夜中やってたって。だよね。うん。これレトルトでしょ？レトルトじゃないよ。ちょっと待って。レトルトでしょ。レトルトじゃない。だってこんな美味しいの食べたことないもん。わぁ、絶対レトルト、どういうこと？でも俺もうこれ食べられないわ、さすがに。え、なんで？これは無理だわ。食べてよ。いや、食べたいんだけど、うん、これ無理だよ。え、ちょっと、え、ゆいくんやばいかな。俺、いやもう、俺さ、あんま美味しいもん食ってきたことなくて、普通に、まあ、家庭環境もあって。うん、こんな高級料理店みたいなの食べられない。口に合わないよ。もっとレベル下げてよ。マジ？じゃあこれ成功ってこと？美味しいってこと？もっとレベル下げて。あ、うん、幸せにしようね。イエーイ、万歳！イエーイ！はい、ということで、一応終わったね。実はキュンキュンしてました。キュンキュンしてた。キュンキュンどこら辺で？あのちょっとこれ熱いって聞いてきて、夫婦やってって言って夫婦したところ。あー、確かに。逆に俺もキュンキュンしたから。よかった。え、よかった。めっちゃ面白かった。赤ちゃんも生まれてるから。そう、赤ちゃんも生まれたの。ゆうくん赤ちゃんいるからな。そう、匂いがちょっと離乳食で笑った。そういう伝え方ね。ちょっと後で食べてみて。あれ、あ、ガチの離乳食。マジ離乳食っぽい。ガチな。ゆうたくんはね、すごい面白いの。すごい面白いんやけど、ね、恋愛と競うところで、ゆうとちょっと損してるところがある。なるほどね。
でも、自然なんだよ。うん。ああ、なるほど。そう、自然がいいの。なるほどね。自然がいい。リアスロンの感じで受けた。あ、そう。実際受けてる宮部屋。あ、そう。リアスロン的にはどうやった？ゆいとくん。マジで？ちなみにこれ3秒だから次。3秒か3回ですから。3秒って無理じゃん。1、2、3、3回。うわ。えい、えい、3、2、1。いいと。はい、さあ。やばくない、ここ。ここ。わかる。びっくりよね。次回の超重大は、すずです。次回は恋愛シミュレーションの、山内がしていただくあれですね。はい。ドキドキさせていただきました。ということで、皆さんも判断しながら見ていただければなと思います。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。ベル通知ボタンをオンにして、超重大の情報をいち早くゲットしちゃうなんだー